イヴァントニーはイングランドノーサンプトン出身のプロサッカー選手。ブレントフォード FC 所属。ポジションは FW。地元クラブであるノーサンプトンタウン FC でキャリアをスタート。2012年11月 FA カップ1回戦のブラッドフォードシティ AFC 戦でトップチームデビュー。この時16歳でクラブの最年少出場記録を更新した。ノーサンプトンでは 全公式戦60試合に出場し、13得点を挙げた。2015年8月6日、プレミアリーグの入滑するユナイテッド FC に完全一席。8月15日のリーグカップで移籍後初出場を飾ったが、以後は出場機会の確保に苦戦し、会クラブへの期限付き移籍を繰り返した。 2018年8月9日、リーグ1のピーターバラユナイテッド FC に完全一席。2019から20シーズンは24ゴールを決め、リーグ得点王の個人タイトルを獲得した。2020年8月31日、エフルチャンピオンシップのブレントフォード FC と5年契約を結んだ。移籍金はクラブレコードの1000万ポンドが支払われた。 2020から21シーズンもゴールラッシュを継続し、2004から05シーズンにエフルチャンピオンシップが開始されて以来過去最高となる31ゴールを決め得点王を獲得した。昇格プレイオフ決勝のスワンジーシティ AFC 戦でもゴールを決め、クラブのプレミアリーグ初昇格に大きく貢献した。バーンズリー・ウィガン、ありがとうございます。